はい、陽動社営業部でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は編集部より入社8です8年目 T さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。というわけで今回は T さんが担当したこちらイラスト使い鳥になるのはどんな感じ、こちらの書籍をご紹介します。それではよろしくお願いします。さあイラスト使い鳥になるのはどんな感じ、陽動社っぽくない書籍ではありますが、実際のところこれどんな書籍なんですかね。パッと見ちょっと図鑑っぽいんですけど、図鑑というよりは鳥が普段何をしているのか、例えば歌ったり飛んだり巣を作ったり、その行動とどうしてそういう行動を取るのかっていうその理由について美しいイラストとともに解説した書籍になります。簡単に言うとイラストでわかる鳥類学入門といった感じです。なるほど、鳥の行動には何かしら理由があって、それがどんな理由で日々生活しているのかが分かる、まあ、それの入門書。そうですね、識別するための図鑑、分類するための図鑑とかじゃなくって、もっと行動が分かる、生態が分かる本になります。まさにタイトル通り鳥になるのはどんな感じっていうのが分かるそうです、そうです。さすがイラスト使いというだけあってイラストに目がいくんですよね。リアルというか写実的というか、すごい細かいですよねイラスト。なんかちなみにどの鳥が一番印象に残ってますか。僕はもうロードランナー、英名だとロードランナーですけど、和名で道走りって名前の鳥ですね。コヨーテと追っかけっこするアニメあると思う。かなり古いやつですね。そうですね、あれ僕大好きなんですけど、まあ、最初見た時にもうその道走りの顔がそもそもアニメと全然違うっていうところにびっくりしたのと、解説を読んでいくともっとびっくりすることがあって、コヨーテの方が速いっていうことにもうどぎもを抜かれたというか、アニメの設定覆りますもんね。もう真逆なんです本の解説も面白くて、ここアニメの世界と違って道走りは現実の世界ではコヨーテよりはるかに足が遅いが、大抵の人間よりは足が速いって言って、人間とコヨーテと、まあ、ダチョウと道走りとかけっこしたらみたいなイラストもあって、ここ私もかなり気に入っています。このアニメを好きな人たちは本当びっくりしたので、こういう意味で衝撃のページかもしれない。衝撃ですぜひご覧いただければここおすすめです。ちなみに T さんの推しの鳥っていうのは。いや、それ聞かれると思ってすごい考えて2種類までに絞ったんですけど、これどっちも喋っていいやつですか。ぜひいいですか。よく2種類まで絞り込めたな ありがとうございます。1種類目、ちょっと可愛い鳥で、コガラっていう鳥が今の私の中でトレンド。何が印象に残っているか、社会性が非常に高い鳥らしいんですよ。10羽ぐらいの小さい群れで行動してるらしいんですけど、他の鳥も小柄の鳴き声聞き分けられるみたいで、例えば渡り鳥とかだと小柄がいるって思ったらその群れに仲間に入れてもらって一緒にしばらく行動をするらしいんですよ。敵の監視は小柄に任せて自分たちはご飯を食べるのに集中するみたいな感じで、その土地に詳しい小柄の群れを利用してるみたいな話がすごい面白いなと思ってます。一緒に行動しても受け入れちゃうんだっていう小柄の優しいところが好きだなと思っているところです。賢いなと思うところもあって、冬の寒さが厳しい地域に生息している小柄もいるんですけど、冬を越すために食べ物を集めるじゃないですか。お腹が空いたら食べるんですけど、その小柄はどこに何を隠したかを覚えているのに加えて、どの餌が一番上質でもうどれを食べてしまったかまでちゃんと記憶しておくっていう、脳の空間記憶に関係する海馬って呼ばれる部分が、まあ、大きいらしくって、そういうことができるみたいです。まずこの小柄が最近推しです。では2話目、2話目はかなり王道なんですけど、フクロウ類が好きで、アメリカワシミミズクのイラストがこの本に書いてあるんですけど、すごい可愛くて猫みたいな耳がミミズクあるんですけど、羽毛束なんですよ。それを気分によって立てたり寝かせたりするみたいな記述があって、すっごい可愛い。気分そう、気分と書いてあるんですよ。それがこの羽毛の機能についてはまだはっきり分かっていないがっていうところも記述としてあるんですけど、可愛いなと思っています。フクロウのビジュアルも好きで、この本鳥の解説見開きページで解説してあるとこもあるんですけど、大きくドーンとイラストが載っている部分があって、この本 A4 サイズの本なんですけど、
理由があって、この見開きページの鳥ほぼ実寸大の形で描くために A4 サイズになっていて、袋を抱きしめたらちょうどいいサイズになってて、まあ、読みながら結構この鳥はこのサイズなんだっていうのを分かるのが結構楽しいところです。で、まあ、袋すごい可愛い見た目が可愛くて好きみたいな感じです。このイラストっていうのはどなたが描かれた感じなんですかね。これイラストレーターさんとかじゃなく著者がすべて書いていて、著者は鳥類学者のデビッド・アレン・シブリーさんなんですけど、プロフィール見たら画家でもあるって書かれてるだけあって、絵がすごくお上手です。カラーの絵も素晴らしいんですけど、鉛筆のスケッチとかもすごく鳥類学者目線で書かれてて見どころがあります。ってことはシブリー先生描かれた絵っていうことはアメリカの方ですよね。日本の鳥は乗っていない。ああ、そうで気になりますよね、そこ。日本にいる鳥、例えばカラスとかハトとかキジとかはもちろん乗ってるんですけど、主には北アメリカの鳥が描かれているので、日本だと珍しい鳥が結構いて、例えばミチバシとかがそれに該当すると思うんですけど、日本にいる鳥ではないものが結構乗っています。ただアメリカの鳥だと興味ないなって思われる方がいるかもしれないなと思って、日本語版限定なんですけど、アメリカの鳥に対応する日本の鳥を森林総合研究所の川上和人先生にご解説いただいています。その解説がすごい面白くって、日本にいる鳥はこの辺の地域で見られますとか、まあ、こんな鳴き声ですっていう風な補足情報をいただいてるんですけど、まあ、いない鳥はこういう鳥が禁煙種ですっていうことの情報を書いていただいています。なるほど、川上先生の解説によって日本に住んでいる我々でも本書を楽しめるっていう作りになっているわけですね。そうですね、日本の読者が楽しんでもらえるような工夫をこの本ではしています。どんな読者におすすめですか。鳥好きの人にはもちろん読んでいただきたいんですけど、まあ、生き物好き、例えば鳥一体何をしてるんだろうって気になったことがある人にはぜひお手に取っていただきたいなと思っています。この本を読むと鳥の行動を見て、もしかしたらこういうことをしているのかもしれないって推測できるような知識が自然と身についてくるので、街をお散歩するのがすごい楽しくなるんですよ。そういうふうにお散歩が好きな方にも読んでいただきたいなと思います。ちなみに本書のレベルとしては中学生以上の方には読んでいただける内容になっていると思います。鳥の種類を同定したりとか識別したりするってことにはこの本は向いてないんですけど、イラスト美しいですし、写真にはないイラストだからの表現っていうのがあって、鳥って何を考えてるんだろうとか、鳥の体ってどういう風になってるんだろうとか思ったことがある人には絶対満足いただける内容になっていると思います。ということは展開していただきたい棚っていうのは、普段我々養護者の書籍が置いてある基礎医学棚とか医学書棚ではない棚が一番いいんですよね。うん、そうですね、一番は生物系の棚によろしくお願いしたいです。あとはこの本アメリカではバードウォッチャーさんの間で爆発的にヒットしましたので、野鳥観察系のコーナーがありましたら置いていただけたら嬉しいです。最近だと自由研究のレポートとか探究学習にも使える内容というふうに読者の方に言っていただいてますし、贈り物としてもこの本かなり珍しいタイプですのでかぶりませんので、ただイベントに合わせてぜひ作っていただけたら嬉しいです。これプレゼントにするってセンス良くていいですよ。めちゃくちゃいいと思います。喜ばれると思います。本書ホームページもすごいんですよね。そうです、中身をぜひご覧いただきたいなと思って、一面がしっかり見れるようなサイトをご用意しています。解説もちょっとご覧いただきたいなと思っていて、中上和人先生にご執筆いただいた簡訳者の言葉、この本をあなたにっていう文章とか、あとシブリーさんの序文も全部公開しちゃっているので、ちょっと興味あるなと思われた方はこの本がどういう本なのかっていうのがこのページでわかると思うので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。先日行われた川上先生のトークイベントの動画もフルで見れるんですよね。2022年の5月に川上先生のトークイベントを開催いたしまして、そのイベントの動画がご覧いただけます。鳥の骨とか翼の標本を使ったお話で、すごく面白いんで、この動画だけでも見ていただけたらすごい嬉しいなと思っています。こちらのホームページ、書店さん向けのページもありまして、注文書ですとかポップダウンロードできますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、
というわけで、今回は編集部より入社8年目 T さんにお越しいただき、イラスト使い鳥になるのはどんな感じをご紹介いたしました。概要欄にも書籍の情報を記載してあります。ご不明な点などございましたら用土社営業部までご連絡ください。この本読んでみたいなという読者の方はお近くの書店へお問い合わせください。最後に T さん、何か一言あります？川上先生の言葉をお借りして、鳥は一番身近な野生生物ですので、ぜひこの機会に本書をご覧いただいて、普段見えている鳥の世界がもっとより楽しくなると思いますので、鳥の世界を一緒に楽しんでいけたらいいなと思います。ぜひよろしくお願いします。それでは最後に川上和人先生の本書をご紹介いただいた動画をご覧いただいてお別れしたいと思います。ありがとうございました。先生、この本のおすすめポイントを教えてください。はい、そうですね、この本は、さまざまな鳥について、いろいろな、行動とかですね、進化とか、書かれているんですけども、その中でもですね、やっぱり我々が普段、鳥で見ることができるのってやっぱり、見た目の形とかなんですね。でそういうところから、鳥について学ぶことができるっていうのもこの本のいいところなのかなと思います。で例えばですね、ここにカモメのところではですね、カモメの羽毛について書かれています。で例えばこれはですね、カモメの羽毛って、白と黒とグレーで配色されたりするんですけども、そうするとですね、この白のところだけがですね、欠けていったりとかするんですね。これは羽毛の中にメラニン色素があるところが強いから、擦り切れにくくて、入ってない白いところは擦り切れてしまうことを表しているんですけども、こういう部分というのはですね、実は鳥の羽毛ってよく落ちているのを見ることができるので、実感できる部分になります。私もですね、白黒の鳥の羽毛なんかを見るとですね、拾い上げて、白いところはやっぱり削れて、スカスカになってるなと、黒いところはしっかりしてるなというのを実際実感することができるんですね。そういうところを注目してもらえるとですね、単に図鑑の中の知識とかですね、本の中の知識というだけではなくてですね、自分たちが普段見ている自然っていうのが、どういうことになっているのか、どういう意味を持っているのかっていうのが分かると思います。そうするとですね、よりやっぱり身近に感じられますし、あと本の中に書いてあることっていうのが、本当なんだっていうのを確認できるってやっぱりすごい喜びだと思うんですね。で鳥っていうのは人間にとってとても身近な野生動物なので、でしかも鳥の例えば羽毛なんかはですね、毎年1回は少なくとも生え変わるので、いろんなところに実は落ちてるんですね。そういうところをきっかけにして、鳥なんかに興味を持ってもらえると嬉しいなと思います。ぜひそういうところ注目しながらですね、この本ご覧になっていただければと思います。ありがとうございます。